殺しちゃう。ママあれ、芸術を足毛にするようなやつは死ね。一刀流唯一の流儀は一対一の切り合いにある。これに背く者は。お待ちを。我らは決してそのような。誰かあるか。ただいま。見ない顔だな。暴山様の口添えを賜り、当家に出入りを許されました誠と申します。以後お見知りおきを。そうか、では後を頼む。はっ。どうにも下船ねえ。浅野家とは縁もゆかりもない君がなぜ加担する。そんなにボロボロになってまで。昨日君は私を笑ったね。もしかすると他人の犠牲になることに酔っているのかな。そんなんじゃねえよ。ならなぜ。何のことはねえ。俺もあんたも結局は同類ってこった。人斬りもまた芸術かな。一緒にすんな、白髪野郎。心配は無用。期限までには必ず仕上げてみせましょう。ただし絵の具代として金30両をいただきます。力は貸せんが死体を全部買うよ。先生。結局は同類だからね。素直じゃねえな、あんたも。元気でね、りんちゃん。ありがとう、またっつぁん。りんちゃんのことを頼んだぞ、銀次くん。だ、あの野郎、ついに俺の名前覚えずじまいかよ。行こう、万次さん。目が覚めて流れ出す現実の方こそ虚しい嘘だと実はもう次の準備をしないと朝は窓から滑り込む何を見ても思い出す思い出すんだ変わらない風はいつも
囚人。